はい、どうもユッキーでーす。今日は、スティックタバコは、じゃん！ショートピースに続き、ロングピース。タールが21ミリ、ニコチンが 1.9 ミリのタバコです。まあ、こちらは、ショートピースに比べると、ちょっと香りを、うん。ちょっとこう、バニラ着光が、ちょっとあれかな。ちょっときついかなという感じはしますが。はい。うん、バニラ着光は結構ちょっときついですね。それでは吸ってみましょう。うん、やっぱり吸ってみると余計にわかりますね。このバニラ着光の、きつさ。バニラ着光が実に感じられる。タバコですね。やっぱショートピースの方がうめえなとは思うね。やっぱりショートピースよか。全体的に踊ってるなと。久々に吸いましたけど、やっぱりあんまり美味しいかって言われると、うーんってなるよね。ショートピースのうまさ、うん、このショートピースじゃなくてロングピースをね、フィルターちぎれば果たしてショートピースになるだろうかと言われると多分ならないんですよね。これだったらやっぱあれだな。ハイライトとかの方がうまいなと思うね。やっぱハイライトの方うめえな。ちなみにこれはチャコールか？まあプレーンだと思いますけど。やっぱり何か吸っていくと何か引っかかる、なんかショートピースには明らかにない何か引っかかる点があるね。こうじゃないんだよな、やっぱな。ここではないんだよ。
何か違うんだよな。なんかツンとくる、ツンとくるようなこの香りが若干あるんだよね。ああ、何かしらの違うんだよな。こういうのじゃないんだよな。まあ難しいっすね、これはね。何か違う。ただ単純にショートピースにフィルターをつけただけとは思えない。明らかなる着光のきつさみたいな。香りに何か、くどいというか、くどさというか。そういうのが感じられます。それではフィルターをちぎってみましょう。熱い。多分プレーンですね。プレーンですね。プレーンフィルターですね。プレーンフィルターですね。プレーンフィルターです。ということで、こちらは三つ星。ご視聴ありがとうございました。